大港安嶺地区は中華人民共和国国立交渉に位置する地区。中国最北端の村、北極村がある。大港安嶺地区は中華人民共和国北端に位置し、東は商工安嶺山脈と、西は大港安嶺山脈を隔てて内モンゴル自地区と、南は昭南平原、北は国立を隔てて、ロシアと国境を接している。先進時代より、 北方民族の居住地であった大公安霊地区に本格的な行政区画が設置されたのは、新大以降である。1645年に、政教厨房大臣の管轄とされた。その後何度かの行政改変を受けながら、新末には、峰南地区は、国立工業省コリンヘビ道コリン直令町、霊北地区は、コンヘビ道、コン直令町の管轄とされた。 中華民国が成立すると1912年6月25日、霊北地区は国旅交渉、昆平美道の管轄となり、峰南地区はフルンボイル自治政府の管轄とされた。1914年には、峰南は流行道府日総観光所の管轄に、1929年には、霊北は黒川市、光備えところの峰南地区は、 古林外しかし光る備えところと管轄とされた。1931年に満州国が成立すると大公安霊地区はその半都となり、1932年には峰南地区は公安東文省の霊北地区は国立交省の管轄とされた。1945年日本の敗戦に伴い満州国が崩壊すると霊北地区は 国立交渉の峰南地区は、公安省の管轄とされた。1964年2月10日、大公安令地区の開発推進のために、内モンゴルジ地区の一部及び、国立交渉の黒川線区米県全域及び、ノンジャン県の一部に、大公安令社会線区を設置、同時に11の林業会社を設立した。同年8月10日には、社会線区は、 承轄支給の特区人民委員会が設置されている。1970年4月1日、政府は大公安令特区を大公安令地区に改編された。大公安令地区道路、大公安令地区行政公所は1県級、市、2県、4区を管轄する。ただし、中華人民共和国民政部の行政区画データでは1つの、研究士と2つの県だけを管轄する。 4つの区のうち、新林区、小中区は、米県、ジャグダ地区、松霊区は内モンゴル自治区、オロチョン自治区のそれぞれ一部と、みなされる。大公安霊特区大公安霊地区、林業部所属大公安霊林業集団講師が10、林業局、61林場を管轄する。国立交渉所属大公安霊行政交渉、営林局系統が3県営林局、6林場を管轄する。 ありがとうございます。